ダリアス・モリスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手、ウバットルのリオグランデバレーバイパーズに所属している。ポジションは、ポイントガードロサンゼルスの高校から、ミシガン大学に進学し、2010から2011シーズンには、同大学の歴代2位となるシーズン235アシストを記録し、ビッグマイナス10の サードチームにも選出されたモリスは2011年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明ドラフトでは41位で地元のロサンゼルスレイカーズから指名されたロサンゼルス出身の地元出身選手として地元ファンから人気を博したが1年目は19試合の出場に止まり2012から2013シーズンはスティーブ・ナッシュに控えとして48試合の 出場機会を得たものの、2013年のオフには、クオリファイングオファーの提示を受けることができず、完全 FA となった。2013から2014シーズンは、開幕当初は、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに所属していたものの、マイケル・カーター・ウィリアムスや、トニー・ローテンとの争いに敗れ、2013年11月20日に、解雇。その後2014年に入り、ロサンゼルス・クリッパーズや、 メンフィスグリーズリーズと10日間契約を結ぶも定着することはできず3月17日にヒューストンドケッツ参加のリオグランデバレーバイパーズと契約し残りシーズンを過ごした2014年の NBA サマーリーグにはサンアントニオスパーズの一員として参加2014から2015シーズンはポートランドトレールブレイザーズのシーズンキャンプに参加するも開幕前に開校 12月11日にブルックリンネッツと契約38試合に出場したもののシーズン終了後に解雇された2015から2016シーズンは無所属の状態が続いたが2016年3月29日に再びリオグランデバレーバイパーズと契約し3試合に出場したありがとうございます